鈴見孝一は日本のプロ経営者、実業家、経営コンサルタント、フードライフカンパニーズの代表取締役社長 CEO であり、参加の企業のアキンドスシローや京たる海外法人の会長職を兼務する。過去にはローランドベルガー日本法人の代表取締役日本代表、企業再生支援機構常務取締役、日本航空取締役副社長、 株式会社ワールド取締役専務を歴任している。神奈川県三浦郡出身。神奈川県立横須賀高等学校卒業。東京大学理学部卒業。ローランドベルガー日本法人の代表取締役日本代表。企業再生支援機構常務取締役。日本航空取締役副社長。ワールド取締役専務を経て、フードライフカンパニーズの 代表取締役社長 CEO であり、参加の企業のアキンドスシローや京タる東企業の会長職を兼務する。日本航空では、破綻時に関在人が入り、取締役副社長として再建に貢献、スシローにおいては就任後2年で再上場を果たし、その後企業価値を5倍以上に成長させる等の実績を残している。 https://www.food-and-life.co.jp スラッシュ。スススいいススありがとうございます。